はい、ルーシーです。バックフェス第4弾回していきたいと思います。狙ってるのはバッツのデュアル覚醒新奥義、そしてよく使ってるパパリモの新奥義、この2つ狙ってます。このね、4弾は被りがあるんですよね。パパリモのシンクロとバッツのリミットブレイクオーバーフロー、この2つを避けながらさっさと欲しいものを回収したいと思います。では最初の11連いきます。1段2段3段と最初の11連ミラボ1個っていうね、数が出ないんですよね。最初の11連今回はミラボ2つ。さあ中身2つ、欲しいものは3つ、そのうちの2つを回収したい。バッツの何かだな、ちょっとごめんなさい、剣はよく見てなかった。新奥義か、よしよし、新奥義と新奥義、まずはバッツの新奥義、風まといの新奥義、普通の一般的な新奥義でいいのかな。これは欲しかったんでよし。そしてもう一個が、はい、パパリモの新奥義、これも欲しいって言ってたんでいいですね。これも普通の炎まといの新奥義でいいのかな。さあ22連目いきます。11連で欲しいもの2つ回収、あとはバッツのデュアル覚醒のみ、行こう。ここで終わしてもいいぞ、いやむしろここで終わってくれ。2つ、いい感じ、2つでいい感じって思ってる時点でなんか感覚麻痺してるわ。1個が当たり前だとね、2つ出るだけでいいやって思っちゃう。かぶりか、ってことはパパリモの新奥義より前にあるやつなんだっけ。あ、そっかそっか、これはあれだ、イゼルの新奥義、イゼルは覚醒しか持ってないっす。そっか、ここにシンクロもいるんだよな、イゼルの新奥義取ったならイゼルのシンクロも欲しくなっちゃうな。33連で、じゃあバッツのデュアル覚醒、イゼルシンクロを狙っていきましょう。どっちか、もうバッツかイゼルかどっちか。見たことあるよこれは。かぶりです。パパリモの新奥義、まあ簡単にはいかないよな、こうやってかぶりも出てくるでしょう。じゃあ次44連目かな、いきます。なんかこの辺からかぶりが続くとどこまで行くのか、泥沼なのか、そんなこと意識しちゃうよな。かぶりもういいって。新奥義がたくさん出るな。どんだけ出るんだ新奥義、新奥義しか入ってないのかっていうぐらい新奥義ばっか出るな。55連目いきます。俺さ、ミスリルで回してるからいいけどさ、ジェムで回してる人ってこれ1回約3000円だよね。きついっすよね、3000円。3000円といえば宇都宮のピンサロ1回3000円とかあるんですけど、何回いけるんだって話。またかぶり、これパパリのシンクロ持ってます。こんなかぶりになるなら俺はピンサロに行きたい。このガチャ1回何秒で終わるか分かんないけど、これがピンサロ1回分だと思うと怖いわ。
ガチャ怖いわ。また一個か。どうした？最初だけじゃん。またかぶり。またピンサロ1回分のお金をドブに捨てる。ミスリードドブに捨てる。どうすんの宇都宮のピンサロ。ヘビーユーザーが FFRK でガチャとピンサロ行くのに悩んでたら、まあ出るまで回しますけどね。俺はミスリルなんで。なんでここで虹玉出るん？意味わからんのやけど。何パーセントよ。またまたかぶり。でもこれは上まで飛べ。一番上まで飛べ。はい、終わり。これで安心してピンサロに行けますね。よかった。何連？77連ぐらいか。つかこの虹玉何？マテリア、パパリモのマテリアでした。はい、欲しいもの回収。バッツのデュアル覚醒、みんなこれ狙ってるんだと思うんですけど、皆さんは早めに出ましたか？私は多分77連かかってます。はい、ってことでフェスはここまでにしたいと思います。77連回してマキナが1個も出ませんでしたね。マキナ狙いだったら大爆死ガチャでした。危ない。これはマキナはどこ行っちゃったんですかね。そして3段と4段ミラボ1個でかぶりっていうのがちょっと多かったかなと。この後上のクリニックに行ってかぶってるかはつるむけにしていきたいと思います。そうすればちょっとはガチャもかぶらずいい結果が出るんじゃないかなと思ってます。フェスで強化できた装備使って高難易度ダンジョンもこれから挑戦していきたいと思ってます。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。次回動画でお会いしましょう。ではまた。